さんこんにちは、みやっちです。ちょっと画面外にいるんですけど、今回はもう見えてるかと思いますが、私が10月に買った購入品紹介をしていきたいと思います。こんな感じで食器がほとんどになっていて、ブロカントやセカンドショップで買った商品がほとんどになります。あとは食器以外のものも少し購入しているので、そちらも10月買ったものとして紹介していきたいと思います。これだけではなくって、10月買ったものは前回とか前々回とかで紹介しているのみの市のブロカントの動画ですね。そこでも購入品紹介をしているので、そちらで紹介しているものは省いています。まだご覧になってない方いらっしゃいましたら、そちらの動画も一度見ていただけると嬉しいです。始める前にですね、ちょっとこんな顔映ってない状態で申し訳ないんですけど、チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。ありがたいことにチャンネル登録者数が少しずつ増えていっておりまして、本当にありがとうございます。とってもね嬉しくって、もっと皆さんに見てもらえるような動画作りたいなって思っておりますので、今後ともご視聴のほどよろしくお願いいたします。で、あとコメントなんですけど、コメントもねたくさんの方に最近いただいてまして、中にはもう英語でもフランス語でもなくて、もうアラビア語とか全然読めない国の方もいらっしゃって、大半の方が私の動画ですね、このブロカント系の動画を見ていただいてるのが多いかなって思うんですけど、私もね撮影が下手すぎてちょっと動画がよく見えない、ゆっくり商品が見たいのに全然見えないっていうコメントをいただいております。誠に申し訳ございません。もうね何回かそのコメントにも返させてもらってるんですけど、私ね今月にねこの小型のカメラ購入しまして、こちらでね外撮影をしているところなんですけど、なかなかこうねうまく撮影ができておりません。理由はね、ブロカントに行くとこうね商品を探したいじゃないですか。探してると夢中になっちゃって、カメラを持ってることを忘れちゃうんですよね。そうするとねカメラがすごいブレてたりとか、全然違うところを向いてたりして、全然撮れてなかったということも多くあります。もうねこれは私が不慣れなせいでこういう状況に陥ってしまっているので、今後ねちょっと外撮影も頑張ってカメラ回して、ブロカント以外もいろいろベルギーの風景とかお店とかおすすめのスポットとかね、そういったところをせっかく買ったカメラをうまく使って皆さんにベルギーのいいところをお伝えできるように頑張っていきたいと思います。引き続き、見ていただけると嬉しく思います。ではちょっと長くなりましたが、今月10月ですね、10月の購入品紹介していきたいと思います。まずはブロカントですね。ブロカントで買ったお皿など紹介していきたいと思います。これはブロカントって言っても、いつも私が言ってるジュドバルではなくって、フリーマーケットみたいなちょっとちっちゃい規模のところで購入しました。まず柄ですね。柄はこんな感じの手書きの柄になります。こちらはね私の動画でたびたび出てくるボッホ、ボッシュ、ボック読み方いろいろあるんですけど、ボッシュのねお皿になります。じゃん、ここですね、ボッシュ。ボッシュの中でもこの上に書いてあるのがその種類だと思いますが、こちらはねちょっと読み方が分かりません。マリウクなのかな、マリウクかな、そういうねボッシュのそういった種類になります。深い小皿が2つ、浅皿のプレートが2つ、さらに大きい浅いプレートが2つ、合計ね6つ購入しました。一緒にね行ってくれた友人もね同じく6枚それぞれね2枚ずつ購入したので、計12枚購入しました。セット売りしかしてなくって、12枚で12ユーロだったので、1つ1ユーロ計算になるかと思います。安くないですか安いと思います。こちらね裏に食洗機とですね電子レンジも買って書いてあるので、普通に使いやすい食器かと思います。3種のお皿でした。続きまして、じゃん、またまたこういった敷物を購入しました。丸い形になっていてとっても可愛いですよね。これはね、この写真みたいな感じでコンポートの下に敷いて使っています。こちらは1ユーロでした。結構生地も分厚めになってます。こういうね、布系の敷物とかレース系の敷物を探してる方がコメントにいらっしゃったんですけど、そういったのはどちらかっていうとフリーマーケット、その商人がやってるようなやつではなくって、なんだろう、個人的な家庭でやっているフリーマーケットとかブロカントっていうのが結構日曜日にやってるところが多いので、そういったところの方が売ってるなっていう印象でした。ちょっとブリュッセルの話しかできないんでわからないんですけど、もしお探しの方いたらちょっと近所のフリーマーケット行ってみたりとかしてみるといいと思います。ただジュドバルにも確かに売ってるところがあるので、また根気よく探していただいたらいいかなって思います。次が、こちらですね。この手前のお皿にしましょうか。こちらはですね、これはね、ジュドバル広場のブロカントで購入しました。そう、ここにある大皿2つと、ここにあるね、お皿ですね。これもこの3つですね。1、2、3枚、3つを3種類を2つずつ購入しております。で、今1つしかないんですけど2つ購入しました。一番ちっちゃいのが、デザートプレートぐらいのお皿で、これが、中ぐらい、このサイズとほぼ一緒ですね。大きいサイズとほぼ一緒なんですけど、若干浅めなプレートで、こちらが深めのプレートになっています。この深いのはやっぱりカレーとかに使えるかなって思います。これはね、ケーキとかのせてもいいと思います。そう、お値段なんですけど、こちらもともとこの3種類と、もっと大きい長方形のお皿1つと、これそれぞれもう4つプラス4枚ずつ大量に売っていて、全部買って30ユーロって言われました。そんなにいらなかったし、ちょっと汚いものとか割れてるものとかがあったので、各ね、これ2つずつ欲しいということで、お願いして2つずつにしました。最終ね、15ユーロで、こちら6つですね、6枚15ユーロで購入しました。メイドインフランス、フランスのお皿になります。ここをね、後ろにこのマークがついていて、どこのものかって書いてあるんですけど、滲んじゃってちょっと見えにくくって、今どこのお皿かがわからないんですけど、フランスの食器になります。この日ジュドバルで買った他のものはこちらのマグカップになります。このマグカップも同じく青い柄になっていて、これはね、イギリスのブランドになります。こういうね、マグカップ欲しかったので購入しました。こちらは、2ユーロで購入しました。ここがね、プリントされていて、もしかしたらゴシゴシゴシって強く削ったら落ちちゃうかもしれないんですけど、食洗機とかかけなければ大丈夫かなって思います。この日買ったジュドバルのもの、最後はこちらですね。このレースの紐、レースの紐になります。じゃーん、こちらですね。かわいいオレンジっぽい色とクリーム色になります。長さも結構あるかと思います。こちらはですね、各1ユーロで購入しました。オレンジの方がちょっとスケスケ感が強くて、クリーム色の方がね、しっかりしてますね。ちょっと生地がしっかりめの、あんまり透け感はありません。ブロカントによく行く友人がこういったね、レースのものを買っていて、ドライフラワーとかをこう花束状にした時にこう結ぶと思うんですけど、その結び目をね、隠すようにこういうレースとかで隠したりしてるっていうのを聞いて、ちょっと真似させていただこうかと思って、こちらですね、若干こう色がね、ここかな、オレンジの部分だけここが色があせてるんですけど、結構ここだけで他は色あせてはないと思うので使えるかと思います。あと後でこちらですね、使った様子、これでくるんだ様子をお届けしようかと思います。セカンドショップでの購入品紹介をしていきたいと思います。1つ目はこちら。こちらはボッシュのお皿になります。ちょっとね、暖色な感じで温かみのあるお皿になります。セカンドショップで2ユーロで購入しました。サイズはね結構大きめなお皿になります。和食でも合うかなって思ってるんですけど、どうですかね。続きましてはじゃん、こちらもセカンドショップで購入したお皿になります。めっちゃ可愛い。こちらですね、クリーム色のお皿に周りにチューリップが咲いています。こちらも実はボッシュのお皿になります。こちらは1つ3ユーロしました。ブロカントとかセカンドショップ関係は以上になります。他の購入品を紹介していきます。まずはこちら、同じく食器なんですけど、こちらはディル&カミーユっていう雑貨屋さんで購入したグラスになります。こちらを4つほど買いました。1つのお値段が 1.5 ユーロですごく安かったです。ちっちゃめなサイズになってます。で、色がピンクっぽい、ピンク紫っぽい感じですね。で、この中にねギザギザがついていて、シンプルだけどちょっとだけデザイン性のあるものになります。続きましてメイク用品ですね。キコミラノというイタリアのブランドの化粧品になります。こちらねベルギーにも 2,3 店舗ありまして、すごいプチプラなブランドになります。今回買ったのはリップ2つとアイシャドウになります。あんまりね化粧のことよくわからないのでパパッと紹介するんですけど、こちらはじゃん、こう鏡もついていてラメがキラキラなオレンジアイシャドウになります。これもね10ユーロしないぐらいの安いアイシャドウです。こういうね単色アイシャドウも売っているし、パレットになってるのも売っているので、お探しの方は是非行ってみてください。リップですね。リップは2つ買いました。どっちも同じ種類なんですけど、スマートフュージョンリップスティックという種類になります。最初にねこっちのね434番を買いました。これね使ってるんですけど、見てください、このドス黒い色。手につけた時はいい感じのね秋色っぽいなって思って買ったんですけど、唇に塗ったらプールに上がりたてのもう唇真っ青みたいな感じになっちゃいました。ドス黒いリップが1つと、こちらですね、こちらは405番。さっきのより全然明るいピンクにしました。こんな感じ。こっちが405番で、こっちがさっきの。なんか全然違いますよね。色もねこんな感じで、唇に塗っても可愛かったです。そう、こんな感じで化粧品も買いました。1本 3.5 ユーロぐらいでした。めっちゃ安い。はい、ということで以上が今回の10月の購入品紹介の動画になります。今月もですねやはり食器が多かったですね。でも安くて可愛い食器が手に入ったので、とても満足しております。食器以外にもこういったね化粧品とかも購入できたし、今後もいろいろと買ったものとかおすすめできるもの紹介できたらいいなと思っております。では今回の動画はこれにて以上になります。もしチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。高評価、コメントなどもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。